ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、堀江貴文です。皆さんこんにちは、寺田由紀です。ということで、バーホリエモンチャンネル、本日はどんなお客様がいらしていただけるのでしょうか。バーホリエモンチャンネル開店です。結局2,000〜3,000万 足が出て、3,000〜4,000万現場予算でかかっちゃったんじゃないかな。でもその資金調達ってどうしたんですか。というか坂本龍一さん4000万もかかるんですか。いや、坂本龍一さんのギャラで4000万じゃないんですよ、要するに音楽制作費全部で4000万ぐらい、まあ普通にその当時、まあ、アニメの音楽、劇場音楽の予算っていうのははっきりしてないんですけどね、その人その人でまた使うオーケストラとかでだいぶ変わっちゃうんですけど、その当時一般的には1000万ぐらいかけりゃもう十分みたいな時代だったんで、4000万っていうのは破格の音楽予算だったんですけど、その後アキラが1億5000万だったかな、なんか噂では聞いてるんですけど、相当かけたらしいですから、それ以降何かあれですね、アニメの音楽はすごい金がかかるみたいな感じになりました。それはお金はどこから引っ張ってきたんですか。いや、もうこの時はあれです、バンダイ、おもちゃ会社、バンダイビジュアルじゃなくておもちゃ会社バンダイの単独スポンサーです、よく出しましたよ ね、バンダイも。こう言っちゃなんですけど、こんな大学生みたいなやつがやってきて企画書を置いてったものによく出しますよねしかもなってあれ、やっと DVD が出てリクープしたんですよね。そうですね、うん、リクープはあのリクープした瞬間はリクープしましたっていうあれが連絡が来ましたから。でも10年ぐらいかかったんでしたっけ、うん、逆にはしつこくやってりゃリクープはできるんですよいやだけどやっぱ10年かかったりとかするの結構、ね、これもね時代なんですけど、結局宣伝もあんまり上手じゃなかったし、あと興行がずれてるんですよね、その興行する興行会社と思惑みたいなものが、バンダイとのやり取りはうまくいってたんですけれども、興行するその配給会社とのやり取りがどうしてもねうまくいかなくって、そういう意味ではなんていうのか、もうちょいうまくやれたはずなんですけどね、その宣伝とか。うまくいかないっちゃ何がうまくいかないんですか。理解してもらえなかった。何なんか、アニメで映画作るっていうのはありえない時代だったんで、アニメでしょ、子供呼べばいいんでしょ、違うのつまりドラえもんとか、ドラえもんのび太の恐竜の時代ですよね。いや、これは子供向けじゃなくって映画なんですってどう説明したって、お前何言ってんだっていう話で終わっちゃう。あ、でもまだそういうのがない時代だったんですね。今だったらね、ジブリがねこれだけ有名になれば、まああんなことやりたいんですよって言ったら誰でも分かるような時代ですね。あ、大人も見に来ますもんね、普通に。まあディズニーだってそうですもんね、アナと雪の女王。むしろそういう映画の方が集客良かったりしますからね、今。確かに、今となってはなんであんなに説明にが難しかったんだろうっていうのは、多分他の人に言っても分かんないと思うんですけどね。僕は多分最初テレビで見たんですよね、テレビに流れた時に見たんですけど、もう結構俺10回以上見たな、あれ。テレビ流れた時恥ずかしかったですね、親に見せるつもりなかったから親が見るっていうのが一番恥ずかしいっていうので本日のバーホリエモンチャンネルはここまで。今回のお客様、山賀博之様監督作品の青き鶴は、日本のアニメーション映画の歴史に残る王立宇宙軍オネアミスの翼の続編映画です。SF アニメファン念願の待望作がいよいよ制作開始です。ぜひご期待ください。さて次回はどんなお話が繰り広げられるのでしょうか。お楽しみに。それぞれの気持ちとたくさんの思い詰め込んだボール雨降る日でも風メルマガの登録はこちら YouTube チャンネルもよろしくね。疲れたよマラソンだよ。